おにぎり TV 11回目になりました。おにぎり TV、 この番組は PC と PSO で無料で遊べるオンラインゲームおにぎりの攻略情報や最新情報を紹介していく情報バラエティです。 MC を務めるのは夏休みは海に行きたい静香です。夏休みの宿題は後回しかぐやですの2人でお送りします。それでは今週もおにぎりの世界へご案内。おにぎり、今回は中山道を抜けて江戸に向かいます。越後を抜けると大型のボスなどがあまりいないのでダイジェストでお送りします。まずは中山道のわらび塚です。ここのボスは鼻を伸ばして待ち構えています。天狗なだけに大天狗は空から撃ち下ろすかまいたち攻撃や飛びながらの突進技など空中からの攻撃が多いのでコードを取られても対応できる弓や単調などがおすすめです。苦手属性の火のスキルなどを使いましょう。さらに言えば雷と風に耐性があるので使っても意味ないです。中山道を過ぎれば江戸です。下水道を通って私の実家の江戸城内を目指します。今回は銀座下水道管理室を進んでみます。下水道ポイント。下水道は迷いやすいです。扉の緑のランプを目印に進むと迷いにくいですよ。さてボス戦ですと言いたいのですが、勇気と戦う前にまずは取り巻きの弓武者から倒しましょう。蜘蛛の糸を使用した技が多くあります。プレイヤーの動きを制限する蜘蛛の巣を設置したり蜘蛛の糸を使ってのタックルなどがあります。比較的安全な側面に回って攻撃しましょう。また勇気の苦手属性も火です。妖怪図鑑ファイルナンバー12、塗り壁。無料で遊べるオンラインゲーム、舞台は日本。切る切る切るおにぎり PS4、Xbox One と PC で絶賛サービス中。サイバーステップ。妖怪図鑑ファイルナンバー13、ガマ。後半はおにぎりのいろいろなゲームの機能を紹介していきます。今回は果たし合いその1。頼もう。今まで倒した妖怪たちから果たし状が届きます。勝てば報酬として報奨金や経験値などがもらえますのでぜひ挑戦してみましょう。果たし合いはスサノオさんに話しかけることによって受けることができます。さらに荒御魂その1、メインクエストを進めていくとスサノオさんの精神世界荒御魂に入れるようになります。荒御魂は複数の部屋で構成されている時間制限のあるダンジョンです。制限時間内にクリアした部屋の数に応じて報酬としてマガタマやレシピなどがもらえます。荒御魂で出現する敵の数は固定なのでなるべくパーティーを組んで大人数で挑みましょう。それでは静か御前とかぐやでお送りいたしました。おにぎり TV、 来週もこの時間にお会いしましょう。